ッケー、偉い、結構強い、ありがとう、よし。マカレンキンさ、まじ中毒性やばくない？あ、強い、やばくないこれ。え、これ待って、今までで一番やばい。今日マカレンキンやっていくんですが、まあ、昨日とか今日の昼間とかね、ちょっと頑張って素材集めてきて、なんとかね、血がこれ2200個まで増えてきたんで、まあ、ちょっと今日回していこうかなと思いますんで、対戦よろしくお願いします。あ、号外に表記連星1スロット4、これ惜しい。いやーこれ惜しいな。どっちか3だったら割と強かったか。月光3の221か。悪くないっすね。1000円1だし。なんかこれ、剣士とかで使いたい武器種はありそう。チャークとかでいけるんかな。てかこれでさ、レア級なんだね。月光3でスロ221ついて。なんかチャークとかで1000円積まない？チャークは1000円使います。なんか1000円使いそうだよね。月光1000円とかワンチャンいけるか。ってるんじゃないかな。なんか月光さんがめちゃくちゃ来るんだけど、今日は月光デーか。いいよ、月光さん隆起変化2でも特別に許してあげます。いや、なんか月光多いんだけど、何これ。しまったら、あー、変換に奮闘1スロ3さ、悪くないんじゃないか。悪くないけど、変換3だったらこれめっちゃ良かった。ちょっと一応取りましょうか。いや、悪くない、奮闘1がね、えらい。弱特超会心、よし。あー、死中に勝つ、これ惜しいな。上が多分死中に勝つじゃなくて他のスキルだったらこれめっちゃ良かった。狂気2の号外にスロー222とかだったらもう、理論値の次ぐらいにいいからな。いやー、惜しかったっすね。ぐらいは素材もらえるんで、号外さん222か。僕何気これ初めて来たんですよね、皆さん。僕、こんだけ今、まあ、4万連近く回してるんですけど、まあ、号外さんスロー222、これ何が初めて来ました。これでも地味に嬉しいかも。いや、ありがとうございます。これちょっと地味に嬉しい。ありがとう。聞きたいな。これが蓄積3連撃1。いやー、惜しい。このさ、連撃1もさ、実際スロット2分の価値しかないから、これでスロットが空いてれば割と強かった。あー、合心1変換にスロー222。これも惜しいな。上が月光とかだったらな、これ。あー、待って、えらい、結構強い、ありがとう、よし。とりあえず、粉塵まといに号外にスロ3に来た。よし。いやー、固有スキル2個なかったんで、これ嬉しいっすね。固有スキル ×4 が、これ多分相当装備組みやすくなるんで、これは助かる。まあ、理想を言うんだったら、号外さん粉塵2ではあったけど、まあ、これでもかなり十分でしょう。よし。多分これ装備更新はできるな。カイザー銅と合わせれば、粉塵まとい3になるんで、これは嬉しい。これで多分、剣士装備は更新できるかな。よかった、これスロット3とかだったら悲しかったけど、スロ2についてるから、まあ、十分使えますね。よかったよかった、よかった、収穫あって、早速。やっぱマカレンキンはな、結構マジでアップできてから調子いいんですよね。やっぱ流れってあるんで、いいぞマジで。妥協していかない。なんかめちゃくちゃ凍りそう。めちゃくちゃ凍りそうなお守り引いていった。イベルカーナかな？イベルカーナお前よし。あ、待って、連撃3、福間1、スロ33。これ結構強くない？これ悪くないかも。連撃3までついてるし、スロ33も偉いし、これはかなり使いやすそうだね。僕ね、使ってたやつが確かね、連撃2の福間1、スロ22だったと思うんで、これはあれかな、上位互換って感じかな。いや、これはでも、剣士でも、ガンナーでも使いやすそうって感じでは、かなり汎用性も高そうでいいっすね。これは無難に偉い。だから、普通にこういうさ、更新できるレベルでいいんだよな。とりあえずは。まあ、そっから伸ばしていくって感じで。高速変形粉塵まと1スロ222。なんかこれスラークで強そう。え？なんかめちゃくちゃついて、なんかびっくりするんだけど。防御力6なんかびっくりしない？なんかバグったのかと思うんだけど一瞬本当に。まだ慣れないわ。これアップできてから。6とか7とかさ、まだ慣れないよねこれ。なんかバグったのか心配になるわちょっと。僕のモンスターハンターが。超会心会心撃、しりとりよし。あー、チクチクうま来た。蓄撃に確定蓄積1スロ331、これいいっすね。売りますが。感じかな。だから、またこれ、あ、強化に奮闘1スロ31、これ結構偉くない？どうすか？スロットちょっと弱めだけど、奮闘1がかなり偉いんじゃないかな。これ無難に強そう。双剣とか弓とかで、ちょっとスロット弱めだけど、まあ、十分じゃないか。これは結構いいお守りっすね。いいよ、なんだかんだ今日は収穫がありますね、やっぱり。なんかさ、さっきから組み合わせというか、なんか出るスキルめっちゃ良くない？なんか熱いんだけど、すごい。で、このさ、爆破属性蓄積にってさ、これなんか爆破武器とめちゃくちゃ相性良くない？爆破属性強化ってこれスロ1でしたっけ？なんかこれ、爆破タッチとか爆破体験ね、これ意外とこれ、相性いいよね。あ、スロット2なんだ。え？スロット2だったらこれ結構強くない？あ、2スロなんだ。じゃあ割と強いな。すげえ。え、これスロ換算えぐくない？じゃあ。
ミスロースキルこれ6個分と蓄積にって考えたらやばくない？これなんか世界一噛み合ってるかもしれない。あとまあ錬成で蓄積1つければ蓄積3になるんで、そうね、マガド体験とかマガドタッチとかで、これ面白いこと使えそうですね。これいいね。見た目以上にじゃあ強いのか、これ。爆破3蓄積にスロ222。これ理論値ですからね。闇討ち号外なんか割と刺さる敵には刺されそうなの、これ一応取っておくか。なんかバゼル行きたくなる守りですね、これ。またチクチクオーマ来た。蓄積時攻撃評価と確定蓄積チクチクオーマ来て。お、これ紫っすね。あ、悪くないか。でもこれも。これも悪くないな。イッスルが2つ浮くって考えたら。まあ、ただこれだったら逆でよかったな。号外さんプラス恩恵とかだったら強かったっすね。蓄積言葉オーマ。あー、これも惜しい。これもね、変換3とかだったら結構偉かった。号外2のかきれむしさんのスロ3に。いや、でも、これも惜しいね。号外3だったら強かったか。かけり虫だったらくしゃ頭で詰めるし、これも惜しいね。で、マジで重いんで、変換に風まとい2ではないんだよな。いやー、これ惜しいね。月光だったら強かった。これは惜しい。あ、いいな、これ。いやー、キノコ大好きや、これ3だったら理論値だったんだけどな、これ。いやー、これも惜しい。キノコ3だったらこれ画面でしたね。キノコ3根性1の理論値はマジで欲しい。ぶっ壊れてる、これ。いや、純理論値か。これも惜しいね。これちょっと、写真撮っとこう。いや、惜しかったなぁ。青木さん、人年弾9000個使ったんですが、僕使いましたね。アップデー前に1万個あったけど、そうね、もう9000個使ってる。多分、4万5000連近くそろそろ行くことになるかな。に関しては、めちゃくちゃいいの引けてるんで、いやー、マジか、惜しい、これ。いやー、この組み合わせ惜しいね。表記錬成3、決起2、スロ3。号外2とか蓄積2だったらな、これ。いや、ほんとね、表記錬成とか蓄積ね、錬成で出そうとするとまあレアだから、お守りでつけるのめっちゃ強いんだよね。ここに来てもレア銃なしと。なにこれ？双子なんだけど。超会心破壊王、超会心破壊王、よし。隆起変換よ、いやー、惜しい、これ。満足感ではないんだよな。いや、ここのね、変換3のスロット4インチとかを引いた時に、第2スキルを引けるかのゲームなんだよな、本当に。いや、これマジで惜しい。満足感やめてくれません。いや、これもう、ちょ待って、マカレンキにさ、マジ中毒性やばくない？もうやめれなくなっちゃうんだけど、本当に。もう理論値とか理想のものが揃って、お、強い！強い！強いよね、強いよね。風さん、かけれむしさんの411理論値ですね、これ。これは無難に偉そうじゃないでしょうか。これは強いんじゃないか。くしゃ頭の上位互換みたいなやつが来たわ。これは強いね。これはリバクシャ頭もびっくり。まあ、くしゃ頭と合わせて使えないんで、まあ、リバカイ頭とか使えば、まあ、かなりこれは強いんじゃないでしょうか。これは太刀で使いたい一品です。やっぱ、イッスルが恩恵詰めるんで、これはかなり使いやすそう。これはもう、リバクシャ頭もちょっと泣いてますね、このお守りには。やばいよな。これ、これさ、くしゃ頭より単純に上位互換がお守りで出るこの環境、マジでやばいと思うんだよな。防具1個分より圧倒的に強いですからね、これ。いや、いい。今日マジでいい。いや、来ちゃう。さあ、これが号外蓄積。蓄積号外。僕が何度口にしたか分からない蓄積号外がこれお守りで出ていく。11だとちょっと弱いね。これがね、32とかになってくれたらもう神ですね。相変わらず蓄積号外は強いんだよね、本当に。見切り弱得。これおしゃれっすね、なんか。会心系もりもり。あー、号外さん反動にか。悪くない。号外3反動にスロ41。まあ、無難にガンナーで使えるって感じかな。悪くはなさそうっすね。ただ、更新はできないか、さすがに。幸運満足感411、よし。なんだこの組み合わせ。幸運満足感理論値引いてしまった。神尾も助かる。風スロ1は、まあ、コスト9だ。あ、なんか間違えた。有限回してるんだけど。さあ、有限で理論値狙うか。うわ、なんか変なんだよね。有限でもなくないこれ。何これ。え、何これ、何回した。なんか、レア7、レア7出てるんだけど、これ僕、何回してる今これ。なんかカラフルな錬金が始まったんですけど、何回した今。よくわかりません。あ、待って、月光さん、スロ3人割と強くない？これ結構強くない？レア9だけど。これレア9なんだ。
いや、これ変換がちょっときつくなるけど、これ全然趣味に引っかかってくる可能性あるな。変換連戦頑張れば。いや、これの月光が変換バージョンが欲しかった。変換さん、号外1とか。受け取ったらあかんよ。いや、これ受け取りますね。俺はね、号外1ついてるのが偉い。だいたい装備ね、号外1で回すんで、これは無難に偉いっすね。いや、マジで今日収穫多くない？いろんなパターンがやってきてくれる。助かる。あー、え？あー、マジか。くそ。変な声出た。月光に見えた。月光に見えたよ、これ。いや、黄色でさ、後ろに2ついてたら月光じゃないですか、もう実質。これさ、黄色なのほんま、笑い。いや、これ見間違い。技物ではないんだよな。くそ。いや、これがさ、月光2だったら本当に、多分装備、だいぶ組みやすくなるんだよな。いや、そうしない感が。やばい。僕の素材がなくなっちゃう。出てくれ。最後の最後で。なんなら、トロバルファルク。やばくないこれ。え、これ待って、今までで一番やばい。レア級3個ってやばくない？これ僕、ここに今いる人の中で一番少ないんじゃない？待って、ここまでの人います？覇気ですよ、これ覇気。え？やばくないこれ。え？こんなに渋いことある？やばいね。いや、ここまで来るとちょっと嬉しいな。いや、これはかなり上位クラスじゃないでしょうか。レア10なしのレア級3個はこれ初めて見ましたね。